もっとサルサが踊れたらの第9回目でございます。今日は足形に戻ってですね、先々回のタイタニックに続くソンブレロというのをねしたいと思います。ソンブレロは帽子でございますね。では、そうですね、この向きからしますが、タイタニックからしたいと思いますね。ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン。そうしたら、ここから、まあ、左手を上にして、こういう、ダブルハンドホールド、クロスのダブルハンドホールド、しかも、レフトハンドがオーバーとしますね。アンダーの場合もあります。右手の方がね、上の場合もありますが、これはもうこういう風にして、そして、ワン、ツー、スリーでこういう風に、上げて、お互いのところに下ろしてすぐ離しますね。そしてクロスボディの後半を、5、6、7というふうにします。もう一回しましょう。すぐします。今度はこっちの向きでしましょうね。ですから、結局はまあ、男性も女性もクロスボディリードするわけですけれども、手の持ち方によってそのソンブレロというアクションをつけるわけですね。と、1、そして2で上げつつ、3でかけますね。ですから、あまり遠いとかけれませんので、ワン、ツー、引っ張ってしまいますね。ですから、男性は、まあ、女性の横に行くというかね、こういうふうに少し移動して、まあ、クロスボディリードですから、T 字型に直角に向くというね、そして下ろしたら手を持って、ファイブ、シックス、セブン。では、もう一回、今度はちょっと分かりやすいように斜めのパターンでいきましょうかね。タイタニックからしますね。ワン、ツー。タイタニックも道を開けるので、T 字型になります。そして、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー。ファイブ、シックス、セブンですね。ここから背中向きなので、よく見えにくい面もありますが、左手を上で出しつつ、ワン、ツー、スリー。そして、ファイブ、シックス、セブン。で、ワンは次のところに行きますね。今度はじゃあ、こっち向きにしましょう。せーの。ワン、ツー、スリー。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー。ファイブ、シックス、セブン。そして、ワン、ツー、スリー。ファイブ、シックス、セブン。では、今日はここまでにしましょう。頑張って覚えましょう。では、少し、ソンブレロですね、補足説明をしたいと思います。ソンブレロはこういうような感じのね、もうちょっとこのつばが広い、大きい、メキシカンハットみたいな帽子ですね。まあ、今回はですね、多少素早い動作ということもあってですね、タイタニックのね、後に、このタイタニックの後の、まあ、ライトターン、その後にすぐこうやって、まあ、入る。やや早い動きにしましたけども、まあ、どちらかというと、これはちょっとこういうふうにした方が良かったかなという気もしないでもありませんけれども、右手、こうですね。で、左手を下に置いて、ワン、ツー、スリー。まず、ライトターンをこうしますね。で、その後、ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン。こういう踊り方もあるので、こっちの方がどちらかというと、ゆったりしてるので、こういうふうに変えた方が良かったかなと、ちょっと後で。後悔しておりますが、まあ一応これも紹介しておきますね。でこれはですね、右手を、上のクロスハンドの、ダブルホールドでいきますね。そして、ワン、ツー、それ普通のライトターンを一回します。まあとりあえず下ろして、そして、ワンで、かけます。早いので別に下ろさなくても、いいですけども、右手を上げて、ワン、ツー、スリー。5、6、7。でも、女性が交代する輪の時にかけてしまうね。1、2、3、5、6、7。ね、これでもいいので、まあ、こういうふうなこともあるということをね、ちょっと補足説明しておきます。